皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、テストサーバーについに超大型調整が入ったということでね、ちょっとね、早速見ていこうかなというふうに思います。今回はですね、この調整内容が多いので、サバイバーの新人格について見ていこうと思います。じゃあね、ちょっと早速見ていくんですが、今回ですね、新たに追加された人格が6つ、そして修正が入った人格が、2つあります。で、ちょっと皆さんこちらの画像をご覧ください。はい、トンということで、ね、こんな感じでね、めちゃくちゃ新しい人格が増えています。もうすごいことになってますね。もうね、すごい、人格がめちゃくちゃ増えたんですが、その代わりなんとですね、人格が、最大で130まで触れるようになりました。ではまず1個ずつちょっと紹介していきます。まず1つ目です。新人格一連卓章という人格です。これなんですが、ハンターに追撃されていない負傷中のサバイバーをお互いに表示することがね、できる人格となっておりまして、はい、こんな感じですね。今味方の調光師が、負傷していると思うんですが、調光師はね、今追われてません。はい、こんな感じでね、まあ、負傷しててもハンターに追われていないサバイバーの場所がわかるんですね、丸わかり。ですので、まあ、これによってね、すぐに回復も、回復することもできますし、まあ、あとハンターに、そうですね、まあ、追われてなかったら、まあ、粘着とかはちょっと追われてるんで、まあ、この効果は使えないんですけど、まあ、追われてない状態で、まあ、回復が行きやすいといった、非常にね、使い勝手のいい人格となっております。そして続いて二つ目の人格に行きましょう。続いて二つ目の人格なんですが、こちらですね。はい、こちら、室外機反射なんですけれども、なんとですね、今まで、まあ、室外機反射と我まで理論というね、やつが、まあ、左側に1個ずつあったと思うんですが、なんとですね、これが、合体します。はい、合体しました。で、その代わりにですね、今まで、あった位置にですね、新しい人格、マッスルメモリーというね、人格が追加されました。すっごい面白い名前ですよね。これの効果なんですが、木の板と窓を乗り越える操作速度が、高中 15% 上昇する。クールタイムは20秒ということで、なんとこの人格を振るとですね、どんなキャラクターであっても強制的にこの乗り越え、そして板倒し速度を、上げることができてしまうんですね。面白いですね。今僕サンブレしてますので、これちょっと、乗り越えてみたいと思います。通常より速い。おー、めちゃくちゃ速い。すごっ。これも高音時の状態ですかね。わかるかな。早いんですよね、若干ね。そう、今僕はね、現在 15%、この板倒し、そして窓枠の乗り越えが早い状態となってます。はい。これがですね、二つ目の人格です。そして続いて、三つ目なんですけれども、こちらですね、この室外機反射と我まで理論が、合体したんですが、それはですね、どういった効果になったかと言いますと、まあ、今までの我まで理論と室外機反射、どっちもね、一個ずつ使えたと思うんですが、なんとこれが片方ずつしか使えません。なんで、まあ、例えばね、この板を乗り越えたら、乗り越えて加速を使ったら、これなんとね、窓を乗り越えた時の加速は、ないと思ったんですが、ありますね。普通にありますね。あ、そうなんだ。ちょっと思ってたのと違いました。すいません。はい、今ね、ちょっと使ったんですけど、普通にこの合体、した状態でも、どっちもね、使えるみたいですね。なら、全然強いね、普通に。うん。この人格、めっちゃ良くないか。合体して、なんか型がなくなるかなと思ったけど、全然いいな。で、ただその代わりですね、一個だけ、まあ、デバフというか、ちょっとね、まあ、弱くなった点がございます。それなんですが、この効果ね、まあ、通常は、50% 加速が入るんですね。この板の加速も窓の加速も、50% 足が速くなります。はい。なんですけれども、これがですね、ハンターに追われていない状態では、25% に減少してしまいます。はい、だから、ま、加速の値が、ま、半分になっちゃうということですね。うん、だからちょっとハンターのところにね、ちょっと近づきましょう。だから皆さんが今まで見てたのは、この状態が、まあ、半分の加速の状態だったっていう感じです。なんで今ハンターが近くにいる状態だと、まあ今まで通りですね、ちゃんと 50% の、あれが、加速がつきますんで、まあチェイス自体にね、あんまり影響はないのかなと思います。はい、ただまあ、チェイス以外のところの移動の面が若干遅くなると、いった感じです。はい、ということで続いてのね、人格いきたいと思います。続いての人格も新しい人格、ピュア効果という人格です。これはですね、主人が、まあ、ロケットチェアに、まあ、座らせた後に発動する人格なんですが、なんとロケットチェアから救助されると移動速度が 35% 上昇する、2秒間持続するといったね、非常にね、強いね、効果となってます。じゃあちょっとね、救助してもらいましょう。この後足が速くなってます。おーす、これめちゃくちゃ強いですよ。もう、救助される側がね、この発動されるんで、本当にもうトンネル回避とかもね、さらにしやすくなると思いますし、いや、これはみんな多分つけるでしょうね。非常に強力なね、人格と、なってます。フィア効果いいですね。はい、そして続いての人格に行きましょう。
続いての人格なんですが、これですね、受難がデフォルトにね、こちら、設定されてます。まあ、さっき釣られてたんですけど、まあ、受難今まではね、人格振らなきゃいけなかったんですが、これがもうデフォルトになっておりまして、で、代わりにその位置にですね、新しい人格、群衆心理というね、人格が追加されております。それなんですが、ハンターに5秒間以上追撃された後、ハンターのこの警戒範囲を離れた時にですね、こちら、なんとすべてのサバイバーにハンターの輪郭を5秒間表示するというね、人格になってます。なんで今、ハンターからこうやってタゲチェンしました。で、この状態ですね、僕以外の人はなんとハンターの位置が5秒間見えてるんですね。はい、なんで、ハンターがタゲチェンしたぞっていうことが、チャットを使わなくともなんとみんなで共有できるという、これもね、めっちゃ強いです。はい。だから特になんかオフェンスとか、この粘着キャラが粘着して離れた時とかもね、すごいハンターの位置見えるっていう使い方もすごく強いのかなというふうに思います。はい、いや、本当にね、めちゃくちゃ強い人格ばかりね、追加されております。はい、そして続いてのね、人格に行きましょう。はい、ではね、続いての人格です。続いての人格なんですが、なんとね、フライホイール効果に弱体化が入りました。その内容はこんな感じです。フライホイールの効果によって、ハリンの外在特質及び、このグレイスのね、湿気ダメージ 100% の、この攻撃を無力化しても、再びそのスキル及び外在特質の攻撃を受けると、ダメージが瞬時に反映されます。というね、弱体化です。まあ、これちょっとね、実際にやってみようかなというふうに思います。まあ、おそらくこれ1回目は無効化できるけど、2回目に食らった時に、まあ、その、倍のね、ダメージを食らってしまうという解釈で合ってるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっと、ま、実際に、やってみますね。ちょっとね、グレースにこうやって囲ってもらってですね。さあ、ここから、まずは、湿気ダメージ 100% で、1回目の、このね、湿気を無力化してみます。さあ、これ結構ね、タイミング難しいんですけど、だいたいま、97% ぐらいで使うと成功することできるんで、こんな感じ。はい、こんな感じで1回目は、無力化することができましたね。さあ、では2回目どうなんでしょうか。倍のダメージを食らうのか。さあ、どうだ、もうちょっとで食らいますが、はいと、あー、違う。全然違いますね。まあ、再びその、あ、なるほど、なるほど。これ、わかりました。2回目は防げないっていうことなんですかね、おそらく。あ、なるほど。じゃ、ちょっと2回目まで待ってみますか。はい、ということで、ちょっとね、もう一回、フライフェイのクールタイムが上がるのを待ってみました。ちょっとね、これ解釈がすごい難しいですよね。なるほど。まあ、2回目だったらそんなに弱体化って感じもない気がしますけどね。さあ、どんな感じか。さあ、もう一回やってみます。はい。ちょっとね、今見ていただいた通り、なんと2回目を防ぐことできてしまったんで、ちょっとこれに関してはね、難しいですね。ちょっとわかんなかったんで、ぜひちょっとコメントで、わかる方いたらちょっと教えてください。いや、これちょっとどういうことなんでしょうね。申し訳ないです。そして続いての人格です。続いての人格なんですが、これも新しい人格で、して、新人格不可効果という人格になります。これはですね、暗号機の解読家族が来た後に、来るね、まあ、このスキルなんですが、解読家族開始後、非解読状態のサバイバーの解読速度がなんと1秒ごとに 1% 増加します。最大で 10% まで増加可能。で、これ解読を10秒するか、もしくは、この解読を離した場合に、まあ、この効果が解除されると、いった感じに、ね、なってます。まあね、ちょっとね、この解読家族が来るまで、待ってみましょう。はい、ということでちょっとね、家族来たんで、早速やっていこうと思います。おっと、左上見てください。ここにね、5、6、7、8っていう風に出てると思うんですが、これがね、新しい効果ですね。で、現在僕の、この状態は、解読が 10% ね、増加してます。こんな感じ。不可効果。解読速度 10% ですね。いや、これはいいですね。で、これで解読10秒する、もしくは解読から離れると、まあ、解読してから離れると、この効果が切れるっていう感じです。はい、今現在解読が早い状況。で、これ気になるのが、この効果1回だけかっていう、何回もあるのかっていうところ気になりますね。うん、さあどうだ、解読機話したけど、これ何回もできる。さあ左上に、またね、表示されてると思うんですが、いや、これ普通に強いのだったら、1回だけだと思ってたんですけど、うわー、何回でも解読が早くなるんですね、これ。暗号機加速後は。うわ、これはちょっとね、面白い。すごいね、これ。で、また、こんな感じで何回でも使えるという感じで、こちらがね、不可効果の、効果となっております。そしてね、最後の人格いきたいと思います。最後の人格なんですが、テレパシーという人格です。これなんですが、今ね、上見てみると、サバイバーが出す、この電源スイッチを入れることができますという感じでね、通電がした後の状態です。
これなんですが、なんと40秒ごとに、全ての仲間の位置が5秒間表示されるという、ね、人格になってます。まあ、これは通電後がめちゃくちゃ強くなる、ね、人格ですね。はい。まあ、今回ちょっとポットなんで、もうみんな40秒以内でこうやって出ちゃうんですけど、まあ、普通だったら40秒間、経ったら、こんな感じで全員の位置が見れるという感じですね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。以上がね、今回新しく追加された人格と、今であった人格の調整のね、実際のこちら、使ってみるね、検証動画でした。また次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。